どうも今日は水曜日なんで、えー、お酒を飲みますということで、今週のぼやきですね。えー、今日はね、ちょっとビールを買ってなくてですね、えー、常備してる、まあ、うちの、えー、親とかが飲んでるビールですね、安いやつですね、この麦のコクっていうね、えーとね、あのー、リカマンに売ってるやつですね、リカマンにこう、売ってる、本当に安いビールですね、これをちょっと飲みます。 ちょうど入りますねちょうどこの350の360か50の間隔を入りますいただきます乾杯ああ,あ,あま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 あいつも美味しいビール飲んでてでもこれはこれでまたこれはいけますよねこのビールはこのビールでいけるかなというところですね、うん えー、まあ、約1週間ぶりのお酒ということで今日も美味しくいただこうかなというところで今週はぼちぼちちょっとね1つまだやり残してることがあって明日休みなんですけども、えー、朝ちょっとそれを終わらしてそして休みの活動をこしていくという形なんですけどまあ全部ができなかったですねやっぱりちょっとうん。 ままあまあ水曜日、金曜日が仕事が始まって、水曜日になると、かなりねこう疲れが残ってのだかの午前中はかったんですが、昼超えてもう3時3時超えるぐらいになったら、かなりこうしんどい感じになってきて、なかなかちょっとハードというかね、そういうところはこうあるなというところですね。まあまあ、まあこれ、仕事してるんでねこれぐらいやって当然なんですけども、う。ん まあまあそうやねまあ自分によう,よう頑張ったというこの乾杯のお酒ですねすいませんちょっと、えー、タイマーがねかかってて途中で止まりましたけども、えー、えっとねもう一つこうハイボールですねハイボールこれもいただきます そして今日はね、つまみがね、ある程度こう充実しているというか、大したつまみじゃないですけど、いつものように、にんにくとえらっきょう、キムチという、このね、いつもの黄金のこれにですね、これですね、たらたらしてんじゃねーよスティックですね。これはあの、女子プロゴルファーの,あの渋野さんがえなんか食べったとっいうことで、ちょ,ちょっと有名になったな。 有名になった,らた,らたらしてんじゃねねようです、ねうん、でこういうのがあるん、ね、袋じゃなくて、うん、こういう、これがね、リカマンに売ってたんですね。ほんで、買っといたと。ということです。2, 2週間前ぐらいに買ったんですよね。ほんで、ハイボールに合うのが、チョコレートが合うんですね、ハイボールね。あのウイスキーはチョコレート合うんですけど、ちょっと珍しいチョコで、柿の種、こんなん、柿の種チョコっていうのがあってですね、これをね、 ちょっと食べてなかったんですけど食べてみようというふうに思ってます。ほんで、これベビーチーズですね。ベビーチーズ。これを2個ですね。ベビーチーズを2つ。ベビーチーズを2つと。それとですね、これですね。プライドポテト。プライドポテトの、えー、感激薄塩味ですね。感激薄塩味。これを食べるというところで、えー。そうですね。今日ちょっとね、朝不思議やったんがですね、不思議というか、多分体のね、 とうこ,とでこうその理屈通りそのその理屈通りいくもんじゃないっていうのがよく今日わかったんですけどもえずっと最近ね体重がこうずっと落ちてきててですねで今日の体重が74.4キロやったんですけどもえ晩ご飯をねこうプチ断食といってたあの僕最近ずっと食べてないんで。 その体重がずっとこうプチ断食晩ご飯食べないで朝起きると体重がこう落ちてる状態っていうのが続いてたんですよね。ほんで、えー、月曜の朝が73.9ほんで、えー、火曜の朝が74.1やったんですね。ほんで火曜の晩は、えー、とプチ断食をするんで74.1よりは下がるんで今日は間違いなく十三点台やなと三点台73キロ台やなと思ってたら あの博多74.4と増えてたんですね。で増えてるやんと思ってほんでんでかなと思ってたんですけどもその体脂肪は減ってるんですね体脂肪はまあまあ減ってたということでそのずっとね去年でもね、えー、体重を74キロぐらいまで落としてそっからこう74キロ前後をこう,うろうろしてた。 のがこう結構ね、1年近くこう続いたんですね。去年の4月、5月ぐらいからずーっと74キロ台が続いたんです。で、それまでは86キロあって、12キロを結構4か月ぐらいで落として、そこからずーっと74点台、73点台っていうのをずーっと繰り返してて、ずーっと来てですね。ほんで、今年の正月でちょっとリバウンドして、 78まで上がって、そこからずっとまたこう最近落,ち落としていって、74キロまで来たんですけども、ずっと74キロがあったんで、それがこう自分らからの正常やったんで、その物理的にその減る状態になれば、74キロまではその自動的にね、プチ断食してたんで、減ったんですけども、そこから下がね、73キロ、72キロ台っていうのが、ですねなかなかその今までない体重になるんで、 その多分ね体の,その防衛反応としてですねその74キロより落とすとあの命に危険があるとこう体は判断してると思うんですねだから体重を落とさない状態をこう作るようなこう防衛反応が起きててですね、えー、73.9まで今,日今週の月曜日行ったんですけどそこからまた。 え74にこう戻るような形をこう取ったんじゃないかなというふうに思いますほんで体重を落とさないけどもその筋肉量が増えてですね体脂肪が減ってるっていう状態になってるんですよねだからそうすることによって体重を維持している状態もちろんいろいろこう走ったりなんやかんやこう運動はしてますけどもそういういろんなことがあって体重がこうその本当やったら晩ご飯をこう 2日連続とか抜いたらですね、体重はどんどん落ちていくはずやねんけど、そう、そうはならないんですね、体っていうのはね。一応、その安全な状態を保つと。だから、この74キロ台がちょっと、何週間かもしかしたら続くかなと思ってます。で続いて、これは大丈夫やなっていうとこから、ストッと落ち,て落ち出して、73キロ、72キロと。ほんで、えー、目標体重の72キロを達成するっていう状態になるかなという、僕の予想ですね。そういうことがあるんじゃないかなと。 どう考えてもね昨日の昼ご飯を食べただけで晩ご飯食べてないんやから体重落ちなあかんのに落ちないその代わり体脂肪が減って体重が増えてるっていうことあの筋肉量が増えてるっていう状態を作り出してるんでそういうなんかその体のなんかそういうものがあるんやと思いますうんだから物理的にはっていうかその理屈ではその、えー、食べてないんやから減るはずやけどそこを減らさない体のそういう 反応とといいううううかなんかそういうものがあるんやと思うんや思ですねでこれをこう超えていって体重が減っていくっていう状態を作らなあかんということですね。うん、まあまあ、あのー、地道にやっていきますけどね。で今日はねあの何、ー、と言ってもやっぱりあの秋場所、えー、大相撲がね始まって、えー、日月火水と。 今日でで日日目でね今日の相撲も全部見れてないんですけども、えー、3日目までは全部見,見ましたね前頭以上は全部見,見ましたでまあまああのー、貴景勝がねこう僕は印象に残って貴景勝がやっぱりそのん首をね今日先場所に逸ノ城とやった時に首をやってしまって怪我してしまって そのことによって、その怪我の治療とかで、この稽古がね、しっかりできなかった状態なのと、あのやっぱりその怖さがありますよね、首を怪我してるんで、木景師は押し相撲なんですけど、その頭からごぐっといくっていうのが、ですねちょっと何かこう体に、心にもこう恐怖があるんで、なかなかそれがいけないということで、初日から3連敗したんですね。 でこれは貴景勝角番やのにやばいなどうやろうなと思ってて今日見てたら一応勝ったと今日なんとか相手豊昇龍っていうこうね若手のこう22歳のこうすごくこうこれから強くなるのが見えているこう力士なんですけどもどうやろうなまたたあ豊昇龍にはなんとか勝ったんでですねなんとか今だから1勝3敗ですけどもなんとかこう。 8勝7敗まで、なんとか8勝してで、8勝以上してですね、えー、角板番を出してもらいたいなと、せっかくなんでね、今日の1勝がどう動くかですね、で、明日からどうなるかなっていうのを、ちょっと見てみたいなというふうにこう思います。ほんで、えー、僕が注目してたのは、えー、豊昇龍なんですけども、豊昇龍は今のところ1勝3敗ということで、強いところと今当たってます、えー、前頭筆頭なんでね。で、どうかなと思ってたんですけども、 1>, まあ1勝したのはまあまあやったなとは思いましたけどね正代に勝ってで正代も僕ファンなんでねあのー、あ負けたんかと思ってましたけど豊昇龍は勢いあるなと思ったんですけどやっぱりその、えー、照ノ富士とかね、えー、その辺こう強いところとやるとやっぱり今は今の段階ではまだちょっと負けてるということで1勝3敗とでこのあとどう挽回するか分かんないですけどももし勝ち越すことがあればこれは相当豊昇龍は。 え強いとどんどん出世していくのがこう目に見えてんなというところですね。うんあのー、非常にこうまあ負け越して僕のファンであるえ若隆景も先場所が前頭筆頭で全部上と当たるとそう当たりしてで負け越して今回え下がってえとね前頭どこまで下がったんかな。 前頭、えー若、前頭3枚目まで落ちたんですね。で、落ちたんですけども、今回、えー、若竹景3勝1敗かな、今、あのー、やっぱりしっかりこう実力あるんで、こう勝ち星をこう上げてるんで、ですね今場所は多分勝ち越すだろうというところでこう、うんあのー、またこう上に上がっていく形になってでます上上。 上と全部総当たりになった時に勝ち越せるかどうかっていうのがこうそこからこう三役ですね、えー、小結びにこう上がっていけるかどうかっていうところですよね。で若隆景はこうすごく応援してるんで是非頑張ってもらいたいというところで今場所はね、えー、最低で勝ち越しできれば2桁買ってほしいなと思ってますで豊昇龍はどうなるかとだから筆頭で若隆景は下がったけども豊昇龍はどうかなっていうのをこう見てるというところですね。 であと、まあ、照ノ富士ですよね照ノ富士はもう,こう圧倒的にこう強いというか一強っていうのがこう見えてますねだ誰がねえー、照ノ富士に土をつけるんかなというふうにこう思いますね、うん、であのー、白鵬がねあの残念ながら出れないということで、えー、仕方ないんですけどもうん白鵬 よりもね今場所はだから照ノ富士が勝つ可能性高いなと思っててこうどう勝るかほんで白鵬がそのちゃんと15日全部こうあの試合ができるかどうかとかねその辺をこう見,見てみたいなと思ってたんですけど残念ながら出れないということで次の場所をこう万全を期して出てもらいたいなと。 で万全を期した白鵬と万全を期した照ノ富士まあけがたくさんしてますけどもそれが戦って照ノ富士がこう勝つっていうねその相撲になって完全にこう照ノ富士が横綱となっていくとでそこからこう、えー、若手のこういろんなね、えー、関取がねこうどう出てくるか豊昇龍若隆景とかですねあとあれですね えー、誰やったかなあ琴ノ若ですね琴ノ若琴ノ若は、えー、と今何歳 ?23 歳ですよね琴ノ若は23歳今こう調子よく今場所行ってますんで,で、えー、琴ノ若は体も大きいですし若いしなかなか将来有望とだから豊昇龍と琴ノ若この22歳と23歳のこのね えー相撲取りがこ,うこれからをこう若手としてここから伸びていってここから担っていく大相撲を担っていくような感じがこうあるなというところですねえそれとは反対にですねこうベテラン勢のですねえー玉鷲ですね玉鷲がすごく頑張っててえ非常にこう見ててねこう応援したくなるというかねえーモンゴルですけどもですね えー、すごくこう頑張ってほしいなと。でずっと連続で出てるんでねそれはこう途切れずこう頑張ってほしいのと、えー、また勝ち越したはすごいなってこう、うん、まだまだこうねベテランでもいけるでっていうのがねこう見せてくれてるんですごくねこう見ててこうすごいこう刺激になるというかね、うん、ベテランであってもこうね えちゃんとこう結果を出せるっていうのがねこういいかなというふうにこう思うっていうところですね。うん、ということで、えー、そうですねまあまあ足も面白いですね。んなんかか御嶽海なんかこう回しの色変わってたんでねこう今回気合入ってるなと思ってたんですけどもどうかなと。で正代もねなんとかこう勝ち越す形にはなっていくかなと思ったりはこうしてますね。 で明声がどうかなと思ってます、関脇に上がってね、ここで勝ち越すようやと、相当こう、うーん、これからね、どん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 、また自信もつけてね、こうなっていくと。で、逸ノ城がね、こう小結なんですけども、勝ち越せるかどうかね、勝ち越すと、こうね、三役に残っていってっていうことですね。で、今場所、こう目立ってるのが北東富士ね、今んとこね、えー、4戦やってますけど、北東富士がなかなかこう、やってるなと思ってます。うん あの勢い,まあ勢いのあるこう相撲取りですけどもえ見ててこうすごいなってこう思うところがありますねそれと霧馬山ですね霧馬山がこう調子ということで今2枚目なんでこれでこう勝し,していって上上がっていくとねああ霧馬山もモンゴルなんですよねうんこの辺がどうかとうんなんかこう面白そうなこうどうかなって思えるようなこうえ関取りずっとこう固まってますよね上の方にね。 うん、面白いですねこれからどうなっていくかとで大野咲とかもねまた今場所今のところこう頑張っているっていうのもありますよねうんどうでしょうねなんかなんかすごく面白いですね、うん、これからがどうなるかまああの一番優勝に近いのは照ノ富士っていうのは間違いないんですけども、えー、何がどうなるかわからんっていうのが勝負の世界だと思うんでこれからがこう え今4日終わってあと11日ありますんでこう楽しみたいなと。で来週のねえ今週のぼや,きにぼやきにしてもですねまだえー相撲続いてるんでねまたなんかこうその相撲の話はしたいなと思いますけどまあ相撲興味ない人はね全くえ全然わからないでしょうけどもなかなか面白いですよねこうていくとね。で僕お客さんでね こう相撲を結構見てはる人がこうえ相撲の話をするできる人がこう2人ほどおられるんですけども非常に面白い話してたらねう完全にやっぱ日本美意気の方もおられますしいろいろね人それぞれ意見があってほんで結構80代の方なんかはねやっぱ昔のね僕の知らん時のこうあの相撲取りの話されていろいろね あいろんな時代があってっていうことでそういうお話を聞けるのもこう楽しいですしねうんだから相撲いいですねで2ヶ月にいっぺんあるというねこの奇数月ですね1月5 3月5月7月9月11月と奇数月に住もうっていうのはあるんですけどもそれそのペースもまたいいですよね。 えー、その通りはね偶数月もいろいろ巡業とかでいろいろ回ってて大変なんですけどもこう見る方としてはこう2ヶ月にいっぺんその15日間楽しめるということで、ね、面白いなと思ってますねほんで、えー、できればねこうその、あのー、場所にねその生で見に行きたいライブをこう見に行きたいなとで僕父親を連れて行きたいなと思ってるんですね父親を連れて行ってこう見て 帰ってくると6時まで見てですね帰ってくるっていうのをこうしたいなというふうに思ってますね。うん、それは僕はねいろいろこうチケット取ってプレゼントしたいなとで一緒に見に行く母親はね、まあ、見に行かへんかもしれないですけどね、まあ、父親とこう行って、えー、すごいその生の,そのぶつかったりする、ね、その音とかねそのなんかこういろんなこう声とかそういうのをこう間近で見たいですよね。 で、またこう、いろいろとこう、感想も言えますし、ぜ、え、ひ、ー、行きたいなと。まあ、プロ野球とかね、高校野球はね、えー、ライブで見に行ったことありますし、まあ、コンサートとかね、そういう歌のあれもこう見に行ったことありますけども、相撲はないんでね、こうぜひこう見に行きたいなというふうに思います。で、あと、こう、ちょっと見に行きたいのがですね、ちょっと、えー、パラリンピックでちょっと見ていたね、あのー、車いすラグビーですね、車いすラグビーをこう、 でで見に行きたいです、ね、ガーンぶつかるところとかそういう迫力とかねそういうのを見に行きたいなと思いますねあと競馬はねこう京都競馬場は結構行ってた時期があったんで、えー、見てたんですけどもその時はねまだこうまああまりにもこう馬券の方にばっかりこう集中意識がいってたんでこうもう一つこうライブ感のこう楽しみっていうのがねもう一つなかったんで、えー、僕は行けだから今行きたいのが結局だから、えー、大相撲と えー、車椅子ラグビーですね、これをこう見に行きたいなというところですね、あと何やろうな、うーん、何を見に行きたいかな、ちょっと分かんないですけどね、うんで出る方としては、やっぱ、まずこうマラソンですよね。 えー、マラソンはこう自分で出マラソン大会ですね、えー、で出てですね何回か、えー、昔出てたんですけども、えー、今ねこういう時期なんでなあの大会中止ばっかりね森山ハーフマラソンも出よう思ったんですけど中止なんで、えー、出られないということでまあ来年に向かっていこうかなと思ってますけどもうんまあまあ,あの出ていきたいと。うん あとまあまあ、えー、これはちょっと難しいんかな、ちょっとわかんないですけど、空手ですね、空手のそういう大会とかも、こう、シニアの部とかで、こう、出たいなぁと思ったりとかですね、あとはちょっと、検定試験に、こう、けん玉ですね、けん玉をこう、練習していって、こう、えー、あの、9が10級からあるんでね、えー、今日やってみたら、19、8、7 9ぐらいまでは、こう、できたんですけども、えー、もうちょっとこう、練習していって、こう、 9を上げていって、まあ段はすごいね、レベルになりますけども、えー、上げていっていってやりたいなと思ったり、こしてるというところですね。うん。ということでね、まあ、今週は、まあ自分を、えー、自分に、まあまあ、ようやったんちゃうかな、ただ明日、まあ、朝ちょっと、こう、終わらす、終わらさなあかんことがあるんで、それを終わらしたら、まあまあ、OK というところで、明日、まあ5時半ぐらい起きてですね、 まあ1時間ぐらいあればこうできると思うんでそれが終わればうん晴れてこう休みの動きができる活動ができるというところですねまあまあまだこう完全にまあまあほぼほぼ8割方こう気持ちはこうその休日の気持ちになってるんですけどちょっと残ってる分があるんでまあそれをやらなあかんなっていうのがちょっとちょっとだけ残ってるということです。ただまあ今日ははお酒飲んでるんでるのこ後はもう ゆっくりこうね、えーまあ、逆転人生ですね、NHK の。あれをこう見てですね、えー、ゆっくりしたいと。その後はもう適当にこう見るということになると思います。ということで、今日、今,今週のね、ぼやきは以上となります。ありがとうございます。